朝食付きのアパートアストル荘で俺が出会ったのは可愛すぎる大家さん。ごちそうさまでした。願いが叶うなら俺はあの米粒になりたい。クセ強な住人たちに囲まれた俺の恋の運命は。おいしい。私宮坂さんの作る朝ごはん宇宙で一番好きです。よし、新感覚 SF アパートラブコメディ開幕。皆さん、アストロノート。